おっと、陽介さん、東京のですね、中目黒 GT ホールからお送りしております。はい、早速ゲストを紹介します。本庄ゆあさんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでピアニストですね。はい、はい、いう感じでございますけど、なんとですね、今日は本番の合間に撮ってるということでございます。はい、で、白と黒っていうですね、イベントを、本庄さんがやられて、はい、ということなんですね。まあ、主催としては、はい、まあ、こちらに見えてます通り2台の電子ピアノを使って、うん、20世紀のクラシック音楽を演奏してみようというイベントというか、まあ、演奏会になっております。はい、で、今昼公演を終えてちょっと休憩中というところですね。ということですね。はい、はい、詳しくはね、テーマだったりだとか、どういうイベントなのかっていうのは前回の動画を確認いただければと思うんですけど、まあ、第1回1公演目終わって、まあ、夜にあるんですけど、1公演目終えた感想をちょっとお伺いしたいんですけど。はい、わかりました。はい、終えた感想ということですけれども、はい、いろいろな演目があったんですけれども、うん、通しでリハーサルをするっていう機会が実はなくてですね、いろいろバタバタしてて、うん、通すとどうなっちゃうのかなっていうのが一つはあったんですが、はい、まあ、ちょっとお客さんの集中力とかそういったものをかなり後ろから観察はしていましたね。間延びしてないかなとかいうのはすごく気にしながら演奏はしていたんですけれども、はい、なるほど。音響としては本当に弾いてる上でのストレスっていうのは全くなくて、はい、作品にしっかり集中できる、演奏時間も1時間以上あったんですけれども、そういう空間環境ができていたかなと思いますね。ただ反面、そのちょっとお客さんの服だったりとか、はいはい、たくさん入ってくださってたので、それに座れてどう聞こえてるんだろうっていうのが少し、物足りなくないかなっていうところはちょっとね、あの頭の片隅にはあったから、それを夜公演でまた改善していけたらいいかなと思ってます。まあ、電子ピアノ2台ということなので、音楽ホールで電子ピアノのコンサートって通常あんまり行われないんですよね。音楽ホール、まあ、これはだいぶ多目的に近いですけれども、はい、うんうん、音楽ホールであればなおのことないと思います、はい、なるほど。ほぼないと思います。結構ゼロベースで始まってる話なんで、うんうん、すごい参加してて面白くって。あ、そうですか。はい、あ、こういう風になるんだとか自分自身も勉強しながらね、やってるっていう感じでございます。はい、後半もあんまり長く、ね、演奏されるんで、いえいえ、はい、で、引っ張ってもあれなんで、あれですけど、まあ、今回ですね、こういうかっこいいパンフレットを、ええ、まあ、本庄さんの方で、はいはい、作られてという感じなんですけど、まあ、ちょっと見せるとあれなんで、いきなりですね、このデジタルピアノをめぐってと、本庄さんの機構というか、はい、この文章がすごい面白くて。本当ですか。ありがとうございます。ガチのピアニストの方でこうやって電子ピアノにここまで向き合ってドーンと話を聞かせていただいたのって、本庄さんも加山さんもそうなんですよ、うんうん、お二人が初めてだったんで、すごい今回いい機会だなと思って、うんうん、はい、皆さんもインターネットにもね、そうですね、全文同じものを載せておりますので、はい、はい、本庄ゆあノート、はい、ピアノとかで検索すれば多分上がってきますので、はい、絶対読んでみてください。めっちゃおもろいです、はい、ちょっと硬すぎるんじゃないかなって思ったんですけど。いや、でもそういうアカデミックな部分みたいな土台を敷いといてやると、なんか次の展開が作りやすいというか、やっぱり思想の部分がしっかりしてないと揺らいちゃうなっていうのはあるんですよね。そう、うん、僕は電子ピアノに対してまだ赤ちゃんみたいな感じだと思ってて、思想がないんですよ。あ、確かに。そう、だから本庄さんがああやって書いていただいたのってものすごい僕は大きいなと思ったし、なんか今そういうことやってったら完全にパイオニアになるとか、誰もやってないから、なんでやったもん勝ちだなみたいなところもちょっと感じるんですけど、まあ、にしても本庄さんは的を得てて素晴らしかったですね。いえいえ、もう実はね、この文章も横山さんから赤ペンが100箇所入った感じなんですよ。へえ、はい、なんかね、自分も最初、まあ、昔書いた論文があったので、それをちょっと下敷きにはしたんですけど、うん、はい、やっぱり電子ピアノっていう状況で考えてみると、いろいろおかしなことが出てきて、はい、横山さんからも、いや、これは違うんじゃないのとか、うんうんうん、ちょっと僕がね、電子ピアノへの愛があったから、電子ピアノを上げるような論調で結構書いてたんですけ ど、うん、なるほど、それはちょっと言い過ぎじゃないとか、いろいろね、横山さんからツッコミがあってのこの、ね、へえ、そうなんだそっかそっか、へえ、
ちょっとそこも気にしながら読みいただければなと思います。最後のいいところに入れていただいているというのと、はい、あとエレクトロボイスですね、エバーセイトですね、はい、これも入れていただいてます ね、うん、すね。ということで今日は、カシオのですね PX160 を、2台使って、こうやって対面で、設置をさせていただいております。私から使われる、いや、横山さんがもう長年使ってらっしゃったものなんですよね、うん、はい。で、僕はただそれにあやかったというか、うん、これあるから弾いてっていうことで弾いてみたらね、結構2人とも喜んで使ってたんですよね。タッチに結構重みというか、はい、しっかりした、いつか押してもどうぞ。あ、本当だ、うんうん、そうですね、うん、最近の電子ピアノだとちょっとライトな感じ、弾きやすさを重視しているのもあるんですけど、グランド弾き慣れてるものからするとこのズシッとくる感じがすごく良くて、これ絶妙ですね。絶妙なんですよ。で、確かに もう一台は新しく買った買ったんだ、これが好きすぎてなるほどね、はい、宅の方なんですけど、はい、ステージ、あれですね、バックステージツアーみたいな感じになりますね。はい、これはいいですか、今日のお客さんにもシェアしちゃって。あ、全然いいですよ、はい、いや、ここまでクローズアップすることはないでしょうね。ここまで見に来た人はいない間違いない。ヤマハのですね、MG12XU っていうのを使ってまして、4つ穴があって、で、これが、本庄さんのピアノ、これ横山さんのピアノの LR ですね、ってなってます。で、各イコライザーとかあって、はい、いう感じで音が鳴っていると。ここで音をまとめて、ここのこの青のやつあるじゃないですか、これはどうなってるかっていうと、この機械につながってますね、はい、これアートリアというフランスのブランドなんですけど、オーディオインターフェースっていうやつですね、はい、でこれを通じてパソコンにつながって、パソコンの方で録音、はい、波形も見えますね、ライン録音してます。エイブルトンライブっていうソフトを使って、いや本当にこう多彩な機器の、はい、ね、コラボレーションというか、そう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 、はい、細かくチューニングしないといけないんですよね。そうですね、今も頭が下がりますね、はい、いやいやいや、主役ですね、主役ですね、はい、エレクトロボイスのですねエバースエイトっていうスピーカーを4発使ってですね、はい、ちょうどですから本庄さんが4発、はいはい、あちらにステージで立たれてて、ぐるりと見回してますね、音を集めてる。まあ、まず部屋で弾いてる時っていうのは電子ピアノこんなものかっていう感じなんですけど、これを通した瞬間にやっぱり質量があるというか、ちゃんとこう体に響く音だなっていうふうに感じましたし、まあちょっとクラシックには不釣り合いな部分もあるけれども、重低音ですね、やっぱり、なるほど、真ん中のドから下とかに関してはすごく重厚な響きが再現できるので、ある意味グランドピアノを超えた質感もあるかもしれないですね。なるほどね、はい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 、うん、僕はでもグランドピアノにつないだのこれしかまだ、まあ、横山さんのお家ではあるんですけれども、まあ、これに慣れ親しんでるので、うん、比較してどうっていうのは言えないですけど、すごく心地よく演奏できております。なるほど、ありがとうございます。もう本庄さんにこんな風に言っていただいても本当に恐縮です。まあ、今回はねステージがセンターなんであれですけど、皆さんカフェだったりそういう喫茶店とかちっちゃいライブスペースだったりだとかっていうのは、持ち運びの電子ピアノで X スタンド立てて、はい、これを、2発ですね、はい、やったらもうすぐにそれでコンサートができると。こんだけちっちゃいけどもボリュームとかもめちゃくちゃ出ますので、別に、まあ、今のこのオーディオインターフェースとか解散なくてもいらないいけますもんね。これ録音したいとか、今回2台あるから、そうですよね、混ぜないといけないっていう。そう、僕も最初オットーさんにお伺いした時に、もう井上さんが出てきてすぐにこれをつないでくれて、ものの1分ぐらいで、はいはい、変わりましたよね。そうですね、もうそれでその場がもうコンサートホールさながらという感じでしたので、はい、うん、お手軽ですね。今回はね本庄さんと、横山さんのですねコンサート、まあ、夫が音響で協力させていただいてという感じなんですけど、まだ夜からそうですね、はい、控えております。ラスト公演がありますので、はいはい、ぜひさらに盛り上げていきたいと思います。そうですね、間違いないですね、はい、ゲストに本庄優也さんをお迎えしております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。